旧国シンクタンクからこんにちは、本日はですね、女性、分析研究会の方に、内藤先生にお越しいただきまして、イランとサウジという、まあ、珍しくメジャーな国のお話をお願いしたという、はい、なんかサウジだからお前出てこいって言う、はい、そんな言い方は誰もしてない一応、はい、まあ本気にするといけない、うん、はい、まあ、やっぱりこの地域が、この間のですね、フォーラムでもですね、うん、まあ、僕はイランが重要かなということと、あと中田先生が、サウジが重要というお話があって、でまあじゃあ内藤先生をお呼びするかということで今日お越しいただいたと、はい、そして、1991年からでしたっけ、はい、お願いしたのは、はい、から2023年なんですけども、より遡ったところから内藤先生の話をしていただいて1991って消えてましたよね。はい、そうですね、はい、はい、ということであれ服が弱ったような気がしたんだ、ね、これをいつもですねこの旧国シンクタンクからこんにちはの後にお話をぜひまとめてくださいっていうまとめてお話をくださいっていうのを、まあ、お呼びした方にお呼びお話してるんですけども内藤先生にそれをお願いするのは可能なんでしょうか。はい、いや、まあ、一番嫌なのは、まあ、イランとサウジの関係っていう話ではあるんですけど、はい、一つはやっぱりイランがやっぱり去年の10月11月ぐらいから、まあまあ、ずっと前から変わらないように見えるんですけども明らかにちょっとやっぱアメリカの中間選挙前後から、うん、世界全体 のフェーズが変わってきて、で核武装をする、少なくとも核武装に向けて具体的に動き始めたという、そっちの その傾斜が非常に強まってきたよねという話と、でそれに伴ってそのサウジがどう動いてきているのかということ、うん、から、まあ、実はこの間 のフォーラムの時に、まあ、尾形先生アメリカの、まあ、ご専門ということで他に重要なところでイランを挙げていただいて、中川先生は中国のご専門の中で関連のところでサウジということを挙げていただいたんですが、同じようにやっぱりアメリカ中国と絡めるとその、まあ、サウジアメリカ、イラン、中国、まあ、この4社がどうなのかなっていうことをちょっと簡単にお話ししたということですかね、うんうん、江崎先生いかがでしたか。いやーね、やっぱり去年のね冬から、まあ、安全保障の中で話題になってるのがやっぱりサウジアラビアが一貫してね、中東の中ではアメリカの拠点みたいな位置づけだったし、まあ、アメリカ軍と、まあ、連携をしてやっていくっていうイメージでずっと語られてきたわけですが、そのサウジアラビアが北京と全面的に組む方向に舵を切って、やっぱりアメリカ軍の兵器システムというのをサウジに渡していいのか、でそもそも中東におけるこのアメリカの政策ってどうなっていくんだろうというのはもっぱらの話だったわけですが、まあ、今日の話聞いてやっぱりイランが反米でサウジが親米だみたいな、まあ、分かりやすいアイコンではもう済まない時代がもう確実にもう去年から始まっているという、このやっぱり分析はやっぱさすがだなと思いながら、まあ聞いていましたし、これなんかね、いやまあまあね、クラルの番組でもおっしゃってはいるんでしょうけど、ね、なんかちょっとまとめたまたねレポートを欲しいぐらいだなと思いましたけどすいません余計なこと言いました。どこか嫁入り先をね、お声掛けいただければということになると思うんですけど、うんうん、はい、長谷先生いかがでしたか。そうですね、まあ、江崎先生も渡瀬先生もお話しされたように、うん、この間2月12日来ていただいた方、フォーラム来ていただいて改めましてありがとうございました。まあ、この大国のハイブリッドストラグルでですね、こう、まあ、裏面にですね、それぞれの登壇した先生が、まあ、2箇所大事なところを挙げてくださいということで、先ほど渡先生がお話ありまして、まあ、アメリカにとっての重要地域2つのうちの1つがですね、うん、渡先生はイランで、で、まあ、僕はチャイナにとって重要地域ということで、サウジ挙げさせていただいたということで、まあ、ぜひね、今回、内藤先生に、まあ、メジャーすぎる国で申し訳ないんですけど、お呼びをした上でですね、お呼びをしてお話を聞いたんですけども、まあ、やっぱこう今ね、起こってる状況だけじゃなくて、まあ、過去からどういうことがあったかっていうのを今日お話しいただいた上で、まあ、その中でこう一気にこの数年間、やっぱりこうアメリカのプレゼンスだったりだとか、あとはチャイナのプレゼンスみたいなのがガラッとこう変わる、節目だなみたいなところがやっぱり見えて、で、まあ、特にイラン、この間は本当、数週間前ですかね、
イランとチャイナの、まあ、首脳会談みたいな形で北京で行われたみたいなことがありましたし、うん、まあ、そういった意味だと本当にまあこう、かなりこう様子が変わってくるというこの節目の中で、うん、まあ、よくちょっとあのこれから中国シンクタンクとしてはまあ注目していかなきゃいかない地域だし、まあでもなかなかこう解決策というか、うん、まあ、どうなっていくのかというのが平和な感じはそれほど見出せないので、まあ、その辺はまあ引き続き我々の勉強かなということで、あの内藤先生のお話を聞いておりました。はい、倉山先生いかがですか。はい、あの内藤先生からお聞きした話はやっぱりあの目の前のことをあの細かくあの解像度が高いというふうな言い方を我々していますけれども、あのものすごくあの精緻に見ていかなければいけないっていうことなんですけれど、それはやってなきゃいけないんですけれども、ただあの目の前のことだけ見てたら急激に変わってるような感覚になるんですけど、でも逆に変わってないこととかあるいは原理というものがあるので、その対極感を見なければならないなっていうことを、まあ、あの確信できたかなという、まあ、あのイランとサウジがいて、で、まあ、それだったらじゃ あのトルコが北の方向いてて、まあ、ケマルパシャ以来、まあ、中東地域は損切りしたということならば、じゃ あのエジプトをあの叩くだけじゃなくて、復活したエジプトがバランスになるしかないんじゃないの、イスラエルはもう自分の身を守るのが精一杯だしみたいなところが見えてきたっていうのが一つの収穫で、まあ、あのみんなで議論している中で、まあ、私中川先生にご質問させていただいたんですけれど、結局あの中国がどういうふうに、まあ、この地域を見てるか、アメリカみたいにあの軍事プレゼンスをあの負担してでもあの世界の警察官やる意思があるのかどうなのかっていうと、まあ、今の中国は極めて、まあ、知力財力武力が優れているので、これがこけるようなシナリオがなかなか考えつかないなと思った時に、ふと思ったのが絶頂期を迎えた大日本帝国が白紙化したと。まあ、そういうことだってありえますからね。だから予想外に好転した時のことも踏まえて、あの我々は国策を考えねばならん、その国策を考えるのがシンクタンクなんだなっていう意識を強くしました。はい、ということで、まあ、中東の情勢というものはもうダイレクトに日本にも影響が出てくるし、うん、米中対立の、まあ繁栄というか、まあ、その変化をですね、端的につかみ取るような場所でもあるのかなというふうに思うんですけれども、内藤先生いかがですか。だからまああれですよね、あのそれが倉松先生おっしゃったみたいに、あの動いてるように見えて、実はもうこの数年、うん、そのトランプ政権の末期からの流れっていうのが基本的にあって、うんうん、でその流れの中で多分いくつかの選択肢が当然あると思うんですけども、そのこっちを選んだらこうなるよねっていうシミュレーションしたったら、ある程度やっぱりその予想できるったら変ですけれども、うん、まあ、こういうシナリオになるのかなと、うん、やっぱりイランが核合意に復帰するのかしないのか、した方が得なのかどうなのかといったときに、アメリカがやっぱりこれ、まあ、あのクラの番組でも言いましたけども、あのバイデンの出現があって以来、ちょっともうその少なくとも2025年の1月19日の要するにバイデンの1期目の任期あの満了まではもう何も動かないということであれば、あのまあ、逆に彼らは彼らでそれ見てますから、うん、これ例えばあの2020年の時にあの UAE とイスラエルの国交正常化っていうのも、あれも大統領選挙の様子見て、これはもうちょっとトランプ難しいよねってなった時で、あのイランに備える意味で国交正常化したわけですから、やっぱり彼ら自体もその何て言いますかね、このサウジとそのイランの関係っていうのも、その両方だけじゃなくて、やっぱ背後でアメリカの動きがどうなるのか、中国の動きがどうなるのかって彼らちゃんと見てますよねっていう、うんうん、ということで、まあ、我々も中東の動きを見ながらですね、どうやって対応したらいいか、そしてアメリカと中国の動きの中でじゃあ日本がどうしたらいいかということを、うん、まあ、話を今後ともですね、まあ、議論しながら、皆さんに対して情報発信をしていきたいと思います。はい、ではここで、告知というか報告ですよね。はい、はい、私の方から あの告知はですね、まあ、次のフォーラムの日にちを決めました。7月30日日曜日午後2時からでございます。あの場所はまだあの物色中なんですけれども、まあ、都内であの行おうと思っておりますので、7月30日日曜日、まあ、テーマは本当は決まっているんですけれども、登壇者も確定したんですけれども、それはおいおいお待ちください。はい、もう一点、報告ということですけれども、
かねてからですね、募集をしておりました検証論文ですね、行政評価そのまあ条例作りまで踏み込んでいただいたものも含めてですね、その検証論文なんですが、まあ、対象加策、そういったものがですね発表をしておりますので、ぜひこちらの方ですね、ホームページをご確認いただければというふうに思います。またあの受賞された皆様に関しましては、まあその賞の授与式を行わさせていただきますので、そこはまた追ってご連絡させていただければと思います。でまた今回ですね、受賞を惜しくも逃されてしまいました皆様にもですね、我々としては まあ、まだ発表できないんですけれども、素敵なプレゼントを発表できればというふうに思っておりますので、また次回もですね検証論文にぜひご応募いただければと思います。あともう一つですね、さらにご紹介ということで、こちら書籍、大国のハイブリッドストラグルと、あとは本日はですね内藤先生がお越しいただいているので、内藤先生といえばレジ袋をでもこれページ的には和田先生書いたのが多いんじゃないということでですね、ぜひそちらも、もうすでに発売しておりますので、まあ、レジ袋とあとこれの新作が今、はい、そうですね、新作ですね、はい、去年ので、はい、これこちら新しくね、はい、今年の分でまた総書を作っておりますので、はい、ぜひ、そちらもですね、まあ、ご拝読いただければというふうに思います。この旧国シンクタンクの活動は、これをご覧にいただいて、いらっしゃるですね会員の皆様によって、支えられておりますので、今後ともですね、情報発信を務めまして、社会に対して影響を与えられるようにですね、頑張ってまいりたいと思っておりますので、ご支援のほどまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。